第一。おかしいよ、絶対。そうだけど、レポートの制作能力が看護の本質を上回るのが現状だよ。変わったね。ん？また辞めたの？厳しいこと言われたのよ、実習先の看護師さんに。向いてないって、看護師になる資格ないって。そうなんだ。聞いてた通りだね。奇跡的に残ってるかもね、私も千夏も遠野さん。